島直香です。今日はほら綺麗なね群青色の牡蠣でしょ。これ穴が入ってるから、上はねなんか個性的にこう強い枝じゃないとバランス取れないですよね。はい、じゃあここに入れていくのが、ほら綺麗でしょ、桜ね。よいしょ、この間のねスタジオ撮影で使ったんだけど、あの時まだあんまり咲いてなかったのね、お花がね。それをここで使います。あの時間が経過するとねうまく咲いてくれたのよ、あのやっぱり花木をこの咲かすタイミングって難しいですね。よいしょ、ね、あの本当に思う通りにそのコントロールできないんです ね。今日があの、ね、何日かもう撮影から経ってるんだけど、ね、ちょうど綺麗に咲いてます、ね、見事なぐらい綺麗でしょ。写真この動画でも多分このちょっとこれこうぐっとこっち来てる方がいいから折り出しますよ。はい、どうでしょう、こんな感じでね、横広がり、うまくフレームの中に入ってるといいんだけどな。さあそしてここにねスノーボール入れます。撮影でもやっぱりスノーボール使ったんだけどね、ちょっと切ります。スノーボールね、ほらここちょっとこうやっとくとあの水の上がり具合いいですからね。ふわっと、はい、削ります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 。削って削ってね、綺麗だよねこのグリーンとピンクってね。さあどこ入れよう、よいしょ。ちょうどねスタジオで撮影し、あの作品行けた時はね、あのこのこれとこれ、それから確か八重の桜、それも合わせて行けたかなね。ね、ちょうどほらうまい具合にいい感じでね、いい色味が出てますよね。さて、ここに何入れようかね。そうなのよ、実はね撮影で使ったほらあるのよ、胡蝶蘭って入れるか、どうしようか。プロテアにしよっか。ねえ、プロテアの赤が強いからプロテア入れちゃおう。よいしょ。わ、強烈。ねえ。よいしょ、どうかなね、強烈よねこれ、ほんと。よいしょ、
ごいよこの赤ギュッ。どうです？はーい、なんかちょっとまだ入れ足りないよねっていうことで、ここにかすみ草なんか入れちゃう、ね、ちょっときちんとお掃除できてないんだけどね、パサッと。ボリューム出るかな、ね、ピンクの背景持ってきてるからね、かすみ草バチッと入るよねこれね。あのベージュとかね、白の背景だとかすみ草厳しいけどね、ピンク背景だとありがたいですよね。よし、どうでしょうね。よっよっよっ、この辺かな。ふわーって感じで入ってるよね。はい、これは後方に入れます。はいはい、完成です。うん、ちょっとどぎついかもしれないけど、わ、たまには桜はこれだけ強いんだからインパクトのある花材でいきました。はい、ありがとうございます。完成って言ったんだけど、しっかり手直し入ってます。あの口元のところにスノーボールも入れたし、かすみ草のバランスも変えたし、うん、一番あれなのはプロテアの配置もちょっと色ったし、しっかり触りまくりました。まあの、うん、こういうのって往々にしてあることだと思うんですよね。ね、あの日曜日スタジオ撮影の時にはこんなに桜咲いてなかったんだけどね、一日経ったらもううわーっと咲いてくれて、ほんと見事な桜、もう春爛漫ランランランって感じね。そしてスノーボール、このスノーボールは産直市で買ってきたの。もううちのスノーボールはもうあの真っ白になっちゃってるから、グリーンの方がいいだろうなと思ってこちらを合わせてみました。さあどうでしょうか。はい、遠くの引きから、さ、そしていろんな角度から撮ってますよ。はい、どうでしょう。口元しっかり入れといたの良かったでしょね。うん、はい、こちらは上から、上から目線からグググググーッ、はい、寄って寄ってね。楽しいな、こういう風にして自分の作品ゆっくり見るのもいいですよね。はいね、強い花器に強い花材、どこが強いって、うん、あのほらプロテアのフォルムってまん丸、スノーボールもまん丸じゃない、ちょうどほら穴がほらまん丸っぽいでしょ。そういう意味でもフォルムのリフレインがあるかなと思ってこの花器を選びましたいですね。うん、あのかすみ草ピンク背景だからすごく映えてますよね。はい、こんなところです。今日は皆さんありがとうございました。はい、いつものようにコメントと YouTube 登録よろしくお願いします。